空があなたの美しさを味わうことができるように雲が分散する場所で次の満月にあなたに会いたい、と彼は私に言った。山々は、その明るい存在が人間であるかどうか疑問に思いますか？孤独を感じたことはありますか？悲しいですか？